関西学生サッカーリーグの公式戦。関西学生サッカー連盟は、関西地区2府4県に所在する大学サッカー部による競技団体組織である。関西学生サッカーリーグを主催している。その他に、春季に行われる関西学生サッカー選手権大会を主催している。出場条件や開催概要は以下の通り。その他の主催。 主観1991年から2007年の間は前期後期のリーグ戦をそれぞれ春期リーグ戦、秋季リーグ戦として行い、それぞれ別の名称を使用して区別し、年間にシーズン制を行っていた。したがって2007年までの状況を表す場合、連盟内では前述したような名称上での区分にこだわって使用していたが、 当時のスポーツマスコミ等による一般報道では、春秋の両リーグ戦やその他の連盟主催試合まで含めた連盟組織全体の総称として、本来は周期リーグ戦のみを意味するものとして用いていた関西学生サッカーリーグが用いられる。したがって当時の状況下で単に関西学生サッカーリーグと呼ぶときには注意が必要となる。 1991年から2007年の間は、春季リーグ戦の一部全12チームと二部上位2チーム、三部上位2チームの計16チームによって行われていた。1996年から1998年の3年間は、天皇杯全日本サッカー選手権大会の本大会のシード出場枠が、関西学生サッカー春季リーグ戦一部上位にチームに与えられていた。 ありがとうございます。